8時半を回りました。外気温21度ですよ。寒。なんかようやく秋が来たって感じがします。おはようございます。動画ご視聴いただきありがとうございます。いやー、いいな。やっぱこの画角ですよ。で、今撮影に使っているカメラですが、前回の動画で紹介した、再び買い直したソニーの α7C2 に、レンズがその時に同時に購入したソニー純正レンズ、APS-C 用のレンズになるんですけど、11mmF1.8、SEL11F18 になります。で、今手ブレ補正、アクティブ手ブレ補正オンにして、若干クロップされてるんですけど、まあ、軽く片手持ちして伸ばした状態でこんな感じで撮れています。やっぱね、このレンズいいですよね。まあ、どうしてもAPS-C 用のレンズということと、あと α7C の C2 のクロップモードを使用してるんで、若干画素数がね、少なくなって画質落ちるかと思うんですけど、それでもね、やっぱこの軽量コンパクトな組み合わせめちゃめちゃ使いやすいです。で、ZV-1 もね、いいカメラなんですけど、この APS-C 用がのレンズっていうのが、使うことが、どうしても 4K 撮影時にできないんで、そこがね、一番ネックだったんですけど、まあ、ZV-1 と、この α7C2 と併用しながら、これからも動画撮影続けていこうかと思いますので、お付き合いどうぞよろしくお願いします。というわけで今日は、この α7C2 と 11mmF1.8 で少しだけ動画撮影やっていこうかと思います。まずはいつもと同じように朝マックからちょっと撮影やっていこうかと思うんですけど、今日ほんと寒いですね。今日明日気温が21度とか2度ぐらいなんですけど、また週末は30度ぐらいになりそうで、まだまだちょっと油断ならないですね。いつもと同じチキンマック、マフィンコンビに、ドリンクがオレンジで、カート追加。音量レベルどうかな。レベルメーター見ている限りではいけそうなんですけど、まあ、朝ささっと、以前所有していた時の設定大体ちょっとメモってたんで、同じように設定し直してみたんですけど、ちょっと細かいところね、メモしてなかったところがあるんで、例えばのフレキシブル露出の、ボタン設定なんかちょっとどうやってたかっていうのはっきり覚えてないんで、この辺りまた使いながら、自分が使いやすいように設定やり直していきます。お次はチキンマフィンいただきます。揚げたてでうまい。ごちそうさまでした。まだ少し細い雨が降ってます。新しいカメラなのに濡らしたくない。それでは仕事行ってきます。14時を回りました。今車内というか室内の気温が 24.7 だとかなり肌寒くなっております。T シャツ1枚で外に出ると今日ほんと寒いです。本来だったら外に出て撮影やるつもりにしてたんですが、まあまあね、外雨降ってて昼前ぐらいから激しくなりだして、とてもじゃないですけど、外で撮影できるような状況じゃないので、少しだけ車内で試し撮りやっていこうかと思います。まあ、朝から細かい設定やったりだとか、あとね、これ貼りました。低反射、高透明、液晶の保護フィルムですね。今回白馬のものを購入したんですけど、これもまあ以前から何度か購入しているフィルムになるんですけど、まあ、なぜこれにしたかというと、めちゃめちゃ安かったです。Amazon で購入したんですけど、まあ旧モデルになるからなのか、ちょっとわかんないですけど、600円ぐらいで買えたんで、他のやつってね、だいたい1000円近くするんですけど、600円ほどとかなり安かったので、もう迷わずこれにしました。で、もうすでに液晶を貼り付けたんですけど、めっちゃ綺麗に貼れて大満足です。再びアクティブ手ブレ補正をオンにして、片手持ちで今自撮りし始めたんですけど、なんか髪がバサバサですね。ちょっとそろそろ切りに行きたいところですが、まあそれはさておきで、質問ちょっといただいてたんで、簡単に回答しようかと思うんですけど、まあ、今回 α7C2 ではなく、なぜ α7CR にしなかったんですかっていうような、まあそういった内容だったんですけど、まあ、まずね、価格が全然違うというところもあるんですが、まあ価格はね、まあなんとか、買える価格だったとしても、一番ね、決定的なことが僕の中にはあって、α7CR で確かね、4K60 フレームで設定時に APS-C 用のレンズが使えないっていうような、まあそういった確か仕様だったかと思います。まあそれに比べて、この α7C2 は APS-C 用のレンズ使った時でも 4K60 フレーム設定でできるんですね。ただどうしても 1.5 倍クロップになるっていうところが、あるんですが、
まあそれでもね、1.5 倍クロップでも 4K60 フレームが使えるか使えないかっていうのはやっぱ大きな差だと思います。あんまり60フレームで撮影することないんですけど、まあスローモーション撮影なんかでね、使用できるんで、まあたまに映像に織り込むときに60フレーム設定することあるんですが、一応ね、α7C2 では使えて、α7CR では使えないっていうところがあって、今回 α7C2 にしてみました。17時半になりました。本日終了です。カメラを α7C2 から ZV-1 に切り替えました。でこれが α7C2 なんですけど、まあ、こんな感じでまず液晶の保護フィルムですね、液晶保護フィルムをここに貼って、で あとこれバリアングルモニター、これ取り出ししやすいようにいつもと同じような感じでこんな感じでテープ貼り付けました。そしてあと正面側で変わったところはこれですね、マイクフーボを装着しました。で、α7C2 は、マイクがね、ここと、ここ、この際にあるんですよ。上につけてくれればね、もう全然問題ないんですけど、この、取り付けしにくい、このね、前側に、このレンズの周辺に2箇所、マイクがあって、内蔵マイクがあって、で、ここを塞ぐために、結構ね、苦労して取り付けしてるんですけど、こんな感じで、スポンジ取り付けしました。で、これつけとかないと、風が強い時に風切り音が盛大に乗って、声がちゃんと入らないっていうようなことがあるんで、まあ、こんな感じでマイクフーブを装着しました。であとはまあこれいつもあんまり意味はないんですけど、まあ、ソニーのロゴを隠したりだとか、あと、このあたりもね ロゴあ、これこっちがソニーだったかな、こっちがソニーでこっちがアルファの文字があるんですけど、ここを黒のテープで隠しました。まあ、こんな感じで運用をやっていこうかと思います。で、今日久しぶりに α7C 使って撮影してみたんですけど、やっぱりこのね、APS-C 用の 11mmF1.8、このレンズとの組み合わせめちゃめちゃいいです。で、まあ、普段は、もちろんフルサイズ用のレンズも当然使うんですけど、まあ、気軽に外に持ち出しするときは、この APS-C 用のレンズつけると、まあ、F1.8 と非常に明るいレンズだし、そして軽量コンパクトなので、この α7C2 の小さなボディにも非常にあって、非常に使いやすいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じです。はい、というわけで本日以上となります。また感想とコメントいただけると非常に嬉しいです。で、明日からはまたちょっと3日間忙しい日々が、過ぎそうなので、ちょっと動画のアップできないかと思うんですけど、また週明け以降動画アップしていきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。それではまた。